どうも、一応のゲーミングチャンネルです。わけでね、今回もニャンコ大戦争やっていきたいと思います。まずはガチャからね。これあとちょっとね、もう、第三形態行く猫がいるんだけど、そいつ欲しい。というわけでね、今回はね、紫またたびステージがあるんで、俺またたびマジで欲しいから、またたびステージやっていきたいと思います。激ムズ。やっていきたいと思います。黒い敵キャラを、黒い敵を多めにして、俺結構、皆さんに、見せたいんですけど、俺本当、まあ、チームは普通にね、黒い敵をメインでやりました。何が出てくるんだろう。一応、狂乱だし、一応狂乱も鳥と、ジャラミと、あと誰だったっけ、なんか変な刀持ってるやつ以外は、全員一応ゲットしました。だからあとちょっとで大凶なステージもいけるっていうことやね。一応ここでキャラ出して、まあ、チームのベースはほとんど変わってないんですけどね、本当に。ここ多分白攻撃したら結構やばそうだから、お金レベルマックスして御霊使えるかわからんけど御霊出したいな。ここで狂乱の壁、狂乱なのかな、わからない。しっかりともらっていくよ。はい、攻撃力低下落ちで、ここで、はい、しっかりとやっていく。御霊出したいな、早く御霊出したいな。御霊でもうそろそろ壁も出し始めて、いやしぶと、いや御霊出せてない、やばい、御霊出してないわ、厳しい。見た。攻撃力低下して。いや、めっちゃ出てくる。何こいつら。めっちゃ出てくる。はい、ニャンコ砲撃って。攻撃力低下、見た目出して。やばい、金がない。なんだこの、アザラシみたいな、わからないやつ。城まで意外と距離あるか。これで出しまくって、いいよ、押されているけども耐えている状況。やばい、腕疲れてきた。そろそろこいつ OK、 ナイス。やばい、なんか一人やられた。あれ、あいつもいないじゃん、浦島太郎も。お金貯めて、オッケー、なんとか止めれてるよ。オッケー、なんとかやった。危ない、本当に強い。敵ながらあっぱれ、なかなか強いっすねこいつら。はい、まあ、俺には余裕なんでね。まあ、ここしっかりと、オッケー、もう勝った。よし、勝っていく。いやー、やっぱ黒い敵俺嫌いだわ。強い、普通に。普通の黒いワンコでも普通に怖いもん。俺トラウマだもん。ほら、トラウマ。よし。紫もたたび、あざっす。というわけでね、次、レジェンドステージ。この見つめてキャッツアイ、やっていきたいと思います。双子部位は。ほら、狂乱のね、ドラゴンゲットしました。めちゃくちゃ時間かかったね。30分ぐらいかかりました。本当に。このドラゴン。かっこいいな、この髪型。狂乱目のね、真ん中がなんか白色の方がかっこいいよね、本当に。でも狂乱のドラゴンよりも、正直、クジラの方が俺は強いと思う。さすが。ドラゴンだけ出したらワンチャンクリアできる説とかあるんじゃね。じゃあね、出していきたいと思います。多分後ろ攻撃したら何か強いものが来ると俺は感じている幹部。4000ダメージか。
煮玉とか出すときたかったら出したいね。もう一個ドラゴン出して、さあ敵出てくんの。はい、ムート出そうかな。ムート出しとこう。ムート出して御霊とドラゴンを一緒に出していけば多分大丈夫。いやマジ狂乱の壁とかさ、狂乱のなんかワンコじゃね、猫いるとさ、マジあの壁が来るの早いからマジで助かるわ。あれ何も出てこなくね、これマジで。そのまま攻めていい感じか。御霊出してから攻めるか。ほらこの攻撃の仕方はめちゃくちゃリアル。これかっこいいマジで。狂乱ならではで、ね、やばいやばい、ムートもう後ろについちゃう。マジで敵に出てこなくね、これ。これで終わったらマジでおもんないよ。はい、いやカオルくんかい、待ってたのはカオルくんかい。ちょっとムートやばいかも、壁いないと。やっぱムートって強いと思うけど、壁がいないと負けちゃうっていうね、そういうやつです。はい、やばい、待って、危ない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 。お前ムートいじめんな、あんまり。お前ムートいじめんなよ。よし、あとはここら辺のキャラ出して、狂乱のドラゴン射程長いから多分当たらないよね。 OK、 お金マックス。ここでキャラ出しまくって、はい倒して、あとはこいつだけ。こいつ強くないからな、浮いてるだけで。はい、ボコボコ。あれなんか強化入った、こいつ。ムートの攻撃一発にも食らったらノックバックすると思うんだけど、あ意外と。ほらやっぱ猫ドラゴン強いわ。はい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 、痛いんじゃない、痛いんじゃない。あれマジで強化入ってるよなこいつ。あどこだった。よしよし、あと削っていくだけ。余裕っすね、めちゃくちゃ余裕。はい、オッケー、ナイス。ほいチェキン。というわけでね、この動画が良かった人はチャンネル登録と高評価お願いします。バイ。